開業し、JR との直通で運転を開始いたしました。首都圏と北陸を結ぶ列車として、金沢方面と越後井沢の間を1日13往復、北北線の一部区間では、国内在来線最速の160キロで運行しております。赤いラインの車両は北越急行のスノーラビット、青色のラインの車両は JR 西日本のホワイトイングとそれぞれ愛称がついております。2015年3月14日の北陸新幹線の開業とともに役目を終えますが、その名前は新幹線に受け継がれることになりました。今までのご愛顧誠にありがとうございました。3月14日からは北陸新幹線をよろしくお願いいたします。